今日俺朝6時からエビの背わた取ってるから。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん見てる、くるぶしです。サナちゃん愛してる、ちょもれです。イエーイ。オッケー。すごい時短できましたね、今日は。はい、くるちょもチャンネル始まりましたけども。やりましたね。今日なんかちょっと。いつも違う感じで。感じますね。なんかもう、自然光いっぱい浴びてる。瀬戸康史の動画見てる。もういつも、いつももう人工的な光しか浴びてないから。嫌いな食べ物何でしたっけ？嫌いな食べ物？はい。焼いたイカ、はい、焼いたエビ。ああ、なるほど、うん。僕の出身地、足立区はですね、うん、給食が日本一美味しいと言われてる場所なんです。すげえ。はい。ドキュンだけじゃないんや。いや、そうなんですよ、実は。その中でも、うん、一番人気あったメニューが、エビを使った料理なんですよ。え、はい。マジで。もう不安。ちょっと前に僕、インスタに載せたんですけど、それを作ってみたんですね。ほう。めちゃくちゃうまいと。ああ、そう。今日はそれをちょっとね、作って、チョモに食べてもらおうと思って。大丈夫です。早いな。エビは生じゃないとちょっと嫌。あ、そうですか。要はあれやからね。料理名がですね、うん、エビクリームライス。エビクリームライス？はい。聞いたことないでしょ。ない。ね、このメニューは、うん、足立区以外にはない。へぇー。なくて、足立区の、そういう給食を出してるお店で、たまーに出したりするんですよ。なんか、俺の想像やけど、うん、今、うん、なんかその、エビクリームライスって、うん、なんか、普通の白ご飯に、うん、クリームシチュー的なものに、エビを突っ込んだものをぶっかけるとか、そういうのではない。あー、結構いいところ。やめてくれよ、台無し。おしっこは飲むし。物は当てるし。はい、ということで、今からちょっとね、クッキングをして、参りますので。はい。じゃあ、ちょっと今日は俺が、はい。行って参る。行ってらっしゃいませ。初めてだ。しゃっきょ。しばし待たれよ。背景が倒れるちょっとね、うん、若干失敗した。あ、そうなん？もうちょっとね、うん、本当は、うん、色が真っ白なんですけど、ちょっとね、うん、お肉炒めすぎて、ちょっと茶色めになってますけど。肉も入っとんや。はい。なるほど。これが、うん、足立区で有名の、はい、エビクリームライスでございます。おーい。ご飯はですね、うん、鶏ガラで炊いた。ねえ、ご飯もなんか色が、はい。そうです。で、この人参はバターで炒めてありますね。へぇー。それを炊き込んで。はぁ、すげえ、まあ、上のソースには、うん、ホワイトソースです、うん。で、マッシュルームとひき肉とエビが入っております。うんうん、へぇー。初めて見ました。でしょ？これスープはコンソメスープですか？コンソメスープです。あ、まあ、大好き。ちょっと給食。ぽく。なるほど。スープからいただきます。はい、いただきます。うん。まあ。あ、普通の。美味しい。美味しいで、このコンソメスープ。で、バター入ってんの？これは玉ねぎバターで炒めて、そっから。そういうことか。うまいぞ。チョモになんて女子力が高えな。じゃあこのメインである、はい、いただきます、はい、ちょっとね、これ系のエビはそんな得意じゃないんですけど、うまい決まってるやろ。うまっ！何これ？美味しいでしょ？うん。たまに給食にも出るんですけど、うんうんうん、
もう争奪戦なんですよ、いつも。へぇー。エビクリームライスの日はもう。え、めっちゃ美味しいんやけど。何これ。いや、ホワイトソース作るのってめんどくさいね。そっからなんや。小麦粉、バターで溶かしてから。すーげぇ。もうなんか、俺絶対、あの、固形熱買ってまうわ。もう最近めっきりもうそのチョモファンたちが、くるぶしさんはいい旦那さんになる、くるぶしさんはほんといい旦那さんになるって、もうそればっかり聞かされる俺。手間させるごめんね。あ、じゃチョモのさ、うん、給食の思い出聞きたいわ。全然ない、うん、たこ焼きとか出るの？さすがにで。あ、マジで、うん、え、出んのかと思った、お好み焼き。お好み焼きも出へんかった。へぇー、何やったかな。やっぱ普通に、うん、まあカレー、カレーね、カレーと、うん、で揚げパン、うん、クジラとか出た。え、給食待って、ちょもういくつ。クジラって言われるともう50代の話よ、それ宮沢だけ。クジラの、クジラの竜田揚げあったで。いや、ない。なんか、うん、クジラの竜田揚げは、うん、まあまあ好きやった、美味しかった。普段あんま食われへんし、これ、うん、もっと広まったらね。え、これを機にちょっと、うん、うまいわ。あ、チョモ、チョモの方割と結構よそっちゃったかなと思ったけど、すげえ完食間近ですね。あ、おいしかった。俺が作ったものなんで、あの、本当に出てたものではないんだけど、まあまあこんな感じ。いや、うまいよ、うまいうまい。よかった。もし、あの、他の県でも、これ食べたことある、見たことあるよみたいな。教えて教えて。教えて教えて。でもないんちゃうかな。ねえ、多分おそらく、シクリームライスという言葉もあんまり聞かない、ね。足立区の特許権が。あの、限定だと思うんで。ネットに載ってますので、ね、載ってるんや、載ってます。へえ、それ見ながら今日。なるほど。俺こんにゃく役者でいいか。逆にチョモのなんかちょっとさ、チョモ特製のストロガノフとか。あ、今度メニュー見ずにイメージだけで作る。ああ、やろうか、そのお互いでやろうか。絶対うちら残しませんもんね。どんなのもちゃんと食べる。ということで今回はですね、足立区の、限定のですね、給食メニューエビクリームライスを、チョモに作ってみたでした。美味しかった、ごちそうさまー。チャンネル登録よろしくねー。エビクリームライス。